こんにちは、メランです。今回はキング&プリンスの平野翔くんについて、ジャニーズ事務所さんを退所する日前後の運勢を占っていきたいと思います。4月、5月、6月の運勢をやっていきたいと思います。いよいよ平野くんがキング&プリンスさんを脱退される日が近づいてきていますが、平野くんがどんな動きをしていくのか気になっている方は多いと思います。ちなみにグループとしての今後だったり、各メンバーについての動画はたくさん載せてありますので、気になる方はぜひ他の動画をチェックしてみてください。それでは占いに入る前に、いつもの前提なのですが、あくまで占いですので、占いからわかる観点で皆さんにメッセージをお伝えしていきます。内容を保証するといったものではございませんので、あらかじめご了承ください。鑑定に入っていきます。これから1枚ずつカードを展開していきます。4月の運勢、5月の運勢、6月の運勢です。占っていきます。永瀬廉くん、高橋海人くんのことを占った際は、5月以降、朗らかなカードが出ていて、順調に2人の活動が進んでいくことを暗示していたのですが、対して、平野くんは脱退されてから、障害が生まれてしまいそうですね。これからカードを1枚ずつ説明していきたいと思います。まずは4月の運勢からです。4月の運勢は、まず1枚目に、鳳凰の逆というカードが出ました。このカードは、モラルやルール、形式に厳しくなっている時に出るカードです。きっと、平野くんは脱退されてから何か発表があると思うんですよね。大きな発表があると思うのですが、それを周りに悟されないように、厳重に、口外禁止といった感じで、厳しくなっているんだと思います。週刊誌などに情報が漏れないように厳重に過ごされていると思います。かなり周りの人たちのことを平野くんは警戒していると思いますね。さらにこのカードは保守的だったり、変わらない人を意味するカードですので、脱退される日の期間までは、キング&プリンスの平野翔くんとしての立場を守って活動されていくんだと思います。一つずつ最後のお仕事をやり遂げようとする気持ちがこのカードに示されています。基本的にこのカードは窮屈だったり自分に厳しすぎるカードですので、本当はもっとやりたいことがあったり、皆さんに大きな発表をしたいと気持ちがうずうずしていると思うのですが、今は自分の立場をわきまえて行動していかなければいけないと思っているのかもしれません。そして2枚目のカードには、カップのページの逆というカードが出ました。このカードは未成熟で子供で他人に依存している時に出るカードです。さっきは鳳凰の逆のカードで自分に厳しいカードが出ていましたが、今回は他人に依存をしていたり甘えたりするカードが出ているんですよね。真逆なカードが出ていますが、本当は平野くんとしては早く自立をした活動をしたり、皆さんに大きな発表をしたいと思っているのかもしれないですが、4月の状況的にはまだジャニーズ事務所さんに所属している段階ですので、仕事で関わる周りの大人たち、スタッフの方たちにまだ面倒を見てもらわなければいけない状況なので、こういったカードが出たんだと思います。ただ真逆なカードが出ているので、本人としては、その状況に葛藤を感じていると思います。早くジャニーズ事務所さんを退所して、やりたいことをやりたいと思う気持ちがここに現れています。このカードは、無双化でわがままなキーワードもありますので、
思い描いていることを現実に移したいと思っているんだと思います。平野くんのドキドキワクワクした少年のような気持ちがこのカードに込められていると思います。そして5月の運勢は1枚目に欲しいというカードが出ています。このカードは今までの積み重ねによって自分の願い事が叶うという意味になります。平野くんの追い求めていた理想が叶うといった感じですね。こういったカードが5月の運勢に出ちゃうということは、やっぱりジャニーズ事務所さんを退所されてからすぐに大きな発表があるのかもしれません。今までの積み重ねがあって人生のチャンスや希望をつかむカードです。なので5月に何かが始まるというよりかは、今までの積み重ねがようやく集大成を迎えるといった感じですね。例えばジャニーズ事務所さんを退所されてから大型の事務所に移籍になったり、退所されてからすぐ初っ端から海外進出への光が見えてきそうです。このカードは欲しいというカードだけあって、タロットカードの中でも最も早いカードと言われています。そのためジャニーズ事務所さんを退所されてからすぐに何か大きな発表があるんじゃないかと思いました。そして2枚目には愚者の逆というカードが出ました。このカードは調子に乗っていたり自由すぎる人に出るカードです。このカードは旅人のカードです。何のしがらみもなく責任もなく動いちゃう人のカードなんですよね。4月の運勢にカップのページの逆のカードが出ていましたが、まさに同じような意味になるんです。溢れる好奇心が止まらなくなってしまうんですよね。これまでできなかったことを何でもやっちゃいたくなるんだと思います。でも旗からするとそれが調子に乗っているように思えたり、自由すぎたりっていう風に見えるのかもしれません。なんといってもこのカードは0番のカードですので、5月から新しいことがスタートする予感です。退所されてからすぐに平野くんは大きく動き出すと思います。そして6月の運勢では1枚目に金貨のページというカードが出ました。このカードは努力して勉強をしたり、能力を補うために辛抱強く行動ができる人のカードです。ズバリ見習いのカードです。このタロットカードを作ったウェイト先生は金貨のページのことを没頭と解釈しているんですよね。一心不乱に没頭して学習する人と解釈しています。きっと平野くんは退所してから今までできなかった学習に意欲を増すんだと思います。これまでも語学や海外の文化を勉強されてきたとは思うのですが、今まで忙しかった分時間ができて一気に勉強されるんだと思います。勤勉家なカードですので、急に平野くんが流暢に英語を喋る日が来るかもしれません。またこのページというカードはメッセンジャーの意味もあります。いい知らせ、朗報を示すカードでもあるんですよね。なので頑張っている平野翔くんに対して何かオファーが入ってくるかもしれないですね。5月にジャニーズ事務所さんを退所されてから6月はもうすでにオファーが入ってくると思います。平野くんは着実に実力をつけていくと思います。そして2枚目のカードでは世界の逆というカードが出ました。このカードは致命的なネガティブさのあるカードです。ズバリ未完成がキーワードのカードです。平野くんがなりたい自分になる過程において、一つだけ致命的な欠点があるとこのカードに示されています。この世界というカードはスケールの大きいカードで、自分の限界に気づいていない時にも出ます。きっと平野くんは自分の限界に気づかずがむしゃらに勉強をしたり、愚者のカードカップのページにも出ていたように
無双的になってしまうんですよね。なので現実的な目標が立てられなくなってしまうことの表れで、この世界の逆というカードが出たのかもしれません。要は自分の野望だけでは中身が伴わなくなってきてしまうよって出ています。海外進出といっても、平野くんがどんな人物像になりたいのか、もっと明白にしていく必要があると出ています。このカードは概念的なカードですので、表現が抽象的になってしまうのですが、自分の好きなことだけをやるのではなくて、まずは自分の指針となるもの、目標を立て直していくと、さらに活動がより良くなると、カードが暗示しています。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。平野くんは独立されてから自分で考えることも増えると思います。その分苦悩もあると思うのですが、キング&プリンスさんを脱退されてからも大きく活躍されてほしいですよね。ということで、この動画をご覧いただいて私に個人鑑定をしてもらいたいと思われた方は、概要欄に詳しい詳細が載ってありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。